おはや。サムジ。サムジ。あ。さっき2回泣いたんですけど、撮影できませんでした。あ、泣いた。サムジ。メッシ。メッシ。ね、おはよう。食べるか。はい。サモジョはさっきまでお昼寝してました、うん、ホタネさんはソファーです。一体化してるね。本日は動物病院に行ってきます。最後に病院に行ってから、よいしょ、どれぐらい1年近く経ったかな。それまで健康だったので、サムジさんは今回は、よいしょ、ね、今のサムジさんの体の状態がどうなのか、あと引っ越して初めて、おたねさんは一回ね行ったことがある病院なんですが、二人とも抜けた。サモジさんはまだそこの病院にかかったことがないので、その雰囲気もね伸びとるね。おたねさん、おはよう。ちょっと待っとってね。その雰囲気をね知るためにもね、サモジさんが初めての動物病院ですねにこの後行ってきます。頑張れる？うん、そうかそうか。はいね、遊ぶ？今何が欲しいか分かるよ、俺は。あれやろ。大根ポフシやろ。いいだろう。欲しい？最近大ハマり。大根ポフシです。ポフ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 。いいよ、入って入っていいよ。さあさあさあ、うん、全然いいよ。さあ、じゃあここ入っていいよ。そこから入っていいよ。入りやす。じゃあ入れましょうか。はい。あ、あ、さあさあさあ、あ、いいよ、いいよ、いい、いいかな、はい、よーしよしよし、はいはい、どうぞ乗せて、さあさあさあ、もう最終的には自分で入ってる、あ、えらい、なんかすごい痒がるっていうか、ここ最近2回ぐらいあったんですけど、はい、その急にちょっとなんだろうな、あれ、おもちゃに触れた瞬間とかね、おもちゃに触れた瞬間とか、はい、触ったりとかすると、はい、その触った時にもなった、触った、でも急にビクってそうそう、なった瞬間に
触った時とかそういうきっかけがあるのであれば、はいはい、それで何か異常に何か興奮してしまったりとか怖かったりとか、はい、そういうような精神的な問題なんじゃないかなと思います。例えばその直後だけその行動をしてて、うん、もうしばらくしたらもう普通に戻っていると、うん、そういうことであれば痒いとか痛いとかっていう話ではなくて、はい、何かしらのスイッチがそこで入ってしまったんだろうなと思います。こう神経過敏になったとか。そうですね。で猫ちゃんって結構その一つの刺激に対してだけじゃなくて何か嫌な物事があったりとかした時にそれと関連付けてその次にあったことがあのそれがせいそのせいなんだって八つ当たりじゃないんですよ、はい、転換行動っていうんですけど、はいはいはい、そういうのであの別の刺激で何かおかしな行動をしちゃうことも結構あったりする、うん、実は他に何かきっかけがあったんだけど、うん、タイミングよくそのお兄さんが指でちょっとかかせたと、はいはい、それでそれにびっくりして何かやってしまってるように見えるんだけど実は他に何か反応してる原因があったかもしれない、うん、そういうのが、うんあの潜んでる場合っていうのもありますのであの毎回そうやって起きるわけじゃないんだっていう、うん、そういうわけじゃないですよね、うん、そうなんですね。おもちゃの場合とその触った場合そうですね。で行くと、うん、多分その時何か精神的にびっくりしてしまったとかそういうものなんじゃないかな、はい、で猫ちゃん体舐めるっていうのは自分の気持ちを落ち着かせようとしてやる行動でもありますから、うん、それこそダダダダダダって走り回ってで気を落ち着かせようとせっ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 て体をグルーミングするってことは全然おかしなことではない、うん、だけどなんでそんなびっくりしちゃったかなって言われる、うん、そこがちょっと変だなと思うんですけど、なんだろう毎回毎回そういう風になって壁になるわけじゃないんだったら、はい、そのことに関しては多分大丈夫だろうとは思います。わかりました。でどちらかというと精神的になんだろうメンタル的にはちょっとデリケートな方かもしれないから、あのあんまりなんでしょうね、うん、びっくりさせないというか、うん、あのそういう行動が増えてきてしまうようであれば、うん、何かこの子が嫌がるものがないのかなっていうのを気にしておいてもらうと、例えば実はすごい物音があの僕らには聞こえない範囲で隣で工事をしてたりとかして物音がドカンとあったりしてびっくりしたとか、うん、そういうものよくあったりはしますので、うん、なるほどなるほど、うん、そういうのはあのこの子にしかわからない、聞いてみないとわからないんだけど、なかなかその毎回同じことでってわけじゃないのであれば、うん、多分そのせいじゃないと思います。でタイミングよく何かがあったんだけど、あのそれにあのかぶさっちゃっただけじゃないかなと、はい、いう気がしますね、はいはい、了解です。ちょっとじゃあしばらく観察してっていうところが原因の追及になるかな。そうですね。でそういう行動が何か増えてきてしまうのであれば、はい、あの教えてもらった方がいいかなとは思います、はい、了解いたしました。ワクチンの その譲渡会でもらった保護猫なんですけども、うん、ワクチン最後に言ったのが1月多分中旬ぐらい、今年の1月ですか？昨年の1月の最終なので、はい、それ以来は大丈夫もう一回どっかで、はい、あのそれって多分あの子猫さんの生まれたばっかりの時期に打ってるワクチンだと思うので、はい、もう一回打ってあげるとワクチンの守備力がしっかりしてくると思うので、そこからだいたい1年ちょっとでもう一回のワクチンを打ってあげるといいと思うから、はい、あの体調がいい時にまた打ちに来てもらうのがいいかな。それこそ今日打っちゃうかどっちかかなって気はします。じゃあ今日打っちゃっても、そうですよね、1年も経ってますよね、はい、1年経ってるのであれば追加接種をそろそろした方がいい時期なんですけど、はい、であの他に猫ちゃん1人いるか、はい、そうですね、熱7度6分で問題なしです。ワクチンって毎年打つもの、そこがご相談になってくるんですけ ど外に出ない子だとあのこの今年打つのはあの強化をする時期だからです。あ、なるほど。最初に1年目に打ったワクチンを強化するために、はい、もう1回は打ちましょうと言うんです。そういうこと。そこから先に関してはお家の中だけで、はい、あの風邪をひく可能性が少ないのであれば、はい、例えば 2,3 年に1回に減らしてみてはどうかと。ワクチンも副作用が当然ありますので、はい、その副作用とあと得られるメリットをさ最大に得られるためにどうすればいいかバランスを考えていって毎年打つんじゃなくてあの数年に1回にしていくっていうのも一つありじゃないかと。そしたら先に注射打っちゃって毎年打つかどうかのご相談だけさせてもらおうかなと思います。1回目注射打った時おかしくなっちゃったよって話は聞いてないですよね。あ、ないです、うん、ありがとうございます。でね、さっき言った注射打ったところにしこりができてしまう可能性があって、はい、そのしこりができた時に取りやすい場所に最近は打ってあげようってことになってますので、なるほど。でどこですかっていうとこの辺のお腹のところって皮余ってるんですよ、はいはいはい、でそのしこりって、まあ、いわゆるがんになるんですよね。で、はい、がんになって足がうにょ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 って見えない範囲で伸びてくると、ほう、でそうなってくると大きく取らなきゃいけない。で大きく取るためにはどこがいいかっていうとやっぱ余ってて広がっても取りやすいところって話になってきて、これがお腹になります。はい、ここに打っちゃう。で意外とね痛がらないんですよ。そうなんです。全く痛くないわけじゃないですよ。大丈夫だよ、大丈夫、お茶大丈夫だよ、大丈夫だよ、はい、頑張りました。おー、偉い。そう、結構痛がらない子多いです。あー、すごい。よし、
そしたら、ね、毎年いつかどうかというところに行くと、まあ、結局あの外に出ないお家の中だけで飼ってる方だとあの人が外から風邪を持ち込んできたりとか1年に1回は病院に来てもらう、これは猫ちゃんにとっては健康診断をするいい機会でもありますので、ぜひいらしてもらいたいとは思うんですね。でその時に打つ方がいいのか、それとも今年はまあやめとこうかって話にするのかを相談させてもらって決めるっていうのがいいと思います。はい、つかないね、かよいつもと逆パッティン、ね、パッティン珍しいね。じゃあホタネさん開けてください。はい、開けましょう。はい、はい、うちだよ。偉かったね、頑張った頑張った、うん、大丈夫かいつもの逆やということで今回はサモジさん頑張りましたねの回でした。お疲れ。ホタネもお留守番ご苦労様。家政婦と仲良くできんかった？家政婦ちょっと失敗した。そうそう、家政婦ちょっと失敗してるんで、ちょっと見てみます。